はい、皆さんこんにちは。タップダンサーの花田秀明です。今日は入門基礎レベルのコンビネーションをお伝えしたいなと思います。こういうね、毎回挙げてますけど、一個一個の、ね、ステップを正確にできるようにして、自分の持っているそのステップのね、引き出しを増やしていってください。そうすればこういう振り付けっていうのは、やっぱり、あ、知ってるステップってなれば早く覚えられるようになりますんで、毎回少しずつですけど、必ずこう自分の技術を高めるということで練習してもらえればなと思います。今日のコンビネーションは、反対でいきましょう。
中で一応抜けましたね。わかりましたか？はい、すいません。もう一回やりますね。継続は力です。頑張って続けてやってもらえればなと思います。